戻ります。じゃあ行きましょう。はいはい、早く歩って。今度はあなた先頭だよ。ライトいる？今回明るいか。でも虫とか踏んづけないようにするんだったらライト必要じゃない？あ、カエルいる。え、怖い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 言ってる。何が怖いんですか？カエルは虫じゃございません。全然虫じゃございません。でもこれすごいわな。トンネルのこの壁に草木が生えるって、この植物の生命力、これすごいな。あ、これ、ああ、そうだね、これのみだね。のみでカンカンカンコンやってんね。ツルハシね、うん、やってんな。ツルハシやってんな。これすごいよね。これライトいらないね。ああ、ちょっと感動するよねこれね。ショートカットしたかったの。何ショートカット？だから山を登って、ああ、そういうことね。ないからトンネルを掘ったっていうことだ。そうだろうね。だってなん、ヌタの里っていうのがあるから、多分そういうことなんだろうね。なんということでしょう。あの壊れたビニールハウスの脇っちょがトンネルになっているんですけど、川っすね。川のトンネル。素晴らしい。これは何、水路を作るためにトンネルを掘った可能性がありますね。はい、そうね、なんか、うん、掘った形跡があるわ、はい。ね、何もなかった。来た来た。罠に気をつけて帰りますね。あのトンネル通らなくてもちょっと迂回すれば行けたんだね、昔はね。こっちね、今これね、さっきのビニールハウスのところの後ろにいるんですけど、そこがちょうどトンネルですね。で、トンネルの出口があの辺って感じですね。そっか、なるほど。でもこんだけの距離めんどくさいからってトンネル掘ったのかな。そういうわけじゃないよな。あ、そっか、川が氾濫してた可能性もあるのか。すぐそこ川なんでね。はい、よ、ちょっとわかんないですね。ね、ちゃんと調べないで来るとこういう感じになります。じゃあさ、なんか感想言って終わって。え、感想、うん、草津よ、ね、終わり。うん、あ、ここでしょ。3、2、地蔵のやつ。1、ここ右曲がったら、おわお、おー、嘘っばい。あれだね、あの、落ちる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 、落ちるよね、落ちる落ちる落ちる、うん、どうすればいい、どうすればいい。ここ右曲がれば行けたのかな。ごめんね、ごめんね、ごめんね。あそこ右曲が、あ、罠だね、罠、イノシシの罠持ってる。あ、そうなの、うん。